アバランチの方々に力を貸してもらえるなんて本当に夢みたいです。実はですね、岬にある灯台がいつの間にか何でもやジュノン支店とかなんとかよくわからない人に乗っ取られてしまいまして。キリエだな。あれ、もしかしてお知り合いでしたか。まあな。なんという偶然。いや、これはもう必然というべきですね。あの灯台はもともと僕たちが物見台として使っていた場所なんです。最近はモンスターも増えてて危ないし、早く立ち退いてもらいたくて。皆さんのお力でどうにか説得してもらえませんかね。ミッドガルやグラスランドで大活躍していたとのことなんですが、どうもうさんくさくて。大体何でもやって何なんですか。聞いたこともないですよね。灯台はこの先の岬にあります。もともとは共和国時代の航海で、ってそれはまあいいか。とにかく偏僻な場所だし、モンスターも出るし、あんなところでお客を募っても誰も来ないですよ絶対。ありがとうございます。皆さんの手腕拝見させていただきます。誰か一緒に。落とし子、トラブルの匂いがするんだ。ならば私が適任だろうな。あ、そうだ、もしお時間があれば丘の方にも寄ってみてください。運が良ければコンドルの姿が見れるかもしれませんよ。興味があればぜひ。この商売根性は尊敬に値するな。キリエは中か。行くぞ。よく来たな。俺が何でも屋のキリエだ。報酬は。ってなんだ、お客さんじゃなくてうちの社員じゃん。こんなところまで出張ご苦労様です。社員になった覚えはない。勝手に何でも屋を名乗るな。今すぐここから立ち去れ。ああ、いっぺんに言われてもわかりません。それに元はといえば全部クラウドのせいなんだから。せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。仕方ないから、私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。地味、くだ、不愛想。そんなんじゃ開業まっしぐらだろ。すまない。うわ、なにこの子、喋れるの。よろしく。
方向は。残念。あ、残念といえばこんなに頑張ってるのに未だにお客さんゼロでさ。このままじゃなんでも屋の社長兼宣伝部長の名が廃るってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。どうどう、宣伝効果抜群でしょ。おそらくこの不愉快な音のせいだろうな。なんでも屋さん、お願い。モンスター大臣、得意だよね。なんでも屋なら自分でなんとかしろ。そう言わずに。あ、ほら、これあげるから。いらない。クラウド、このままでは我々も危険だ。行くしかない。私が出よう。任せるぞ。頑張るね。そっちは大丈夫。下がっていろ。位置付け。畳みかける。待ってるのは。さらばだ。限界を超える。焼き尽くすこの隙に。ぬるい。切るんだ。連携しよう。切る。私任せるね。俺が出た。焼き尽くす。死ぬ。よかった。変化をつけよう。はいはい。やっ。
どう？ほら、なんでも屋さん、よそ見してないで、もっと働いて。これで平気。クラウド、任せろ。そっちは大丈夫？私が耐えねば。出番だ。気負いすぎる。いいとこ見せなきゃ。どう？見てて。聞こえて外を見たらモンスターがうようよ移動してて、いやでも心配無用でしたね。さすがアバランチの皆さん。それで何でも屋さんはどうなりました？出て行った。そうですか。じゃあここは片付けなくちゃ。それよりロードナーさんから聞きましたよ、皆さんも何でも屋をやってるって。いや最初から言ってくれればいいのに、水臭いな。何かあったらまた力を貸してくださいね。あ
アバランチに何でも屋ですか。いやー、僕たちももっと頑張らないとですね。